マレーシア滞在5日目、最後の夜でございます。早く寝るつもりだったんですけれども、友達とめっちゃ盛り上がりすぎて、現在現地時間の夜11時半でございます。明日は朝7時に友達の宿を出て、クアラルンプール空港に向かってタイへと出発していきたいと思います。旅はまだまだ続きます。それじゃあ今日もそろそろ寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。タイユミコです。現在朝の8時です。クアラルンプール国際空港に到着しました。これからタイへと向かっていきたいと思います。チェックインの時に予約番号6桁がエアアジアの場合は必要なので、メールがすぐ出せる方はいいんですけれども、私みたいにあたふたしちゃう方は搭乗の予約をコピーしてくるといいかもしれないです。それじゃあ今から荷物預けてきます。眠い。重さは 17.5 キロでした。友達とこれから向かうんですけど、出発時間が10時10分で、タイに着くのが11時25分だから、フライト時間1時間じゃん、楽勝楽勝とか話してたら、いや、タイ時差2時間だからフライト時間2時間やでって言われて、衝撃の事実発覚。出国スタンプをもらいました。クアラルンプール国際空港のこのターミナル2はエアアジアの独占地でございますね。朝食はまさかのポテトがないみたいです。おかゆにしてみようかなって思います。ボーディングタイムがやばいってことで、店内でゆっくり食べようとしたんですけど、ダッシュでお持ち帰りにしてもらいました。めっちゃ嬉しい。これチキンだと思って頼んだらポテトだった。手荷物検査第2弾があります。くっそー、引っかかりました。引っかかったんですけど、外でなら食べてきていいよって言われたんで、救済措置3分で食べます。くっそ、まさか引っかかると思わなかった。いや、もうてか、あそこ、ここまたゲートあんの知らないよ。皆さんも気をつけてくださいね。いただきます。あ、おいしい。めっちゃ美味しい。完食。急ぎます。朝ごはんを食べたいなって方は、もう絶対中で食べてくるか、もう第2回目のゲートをくぐり抜けてから食べることをお勧めします。今お土産屋さん結構あるんだよ、ここ。そこで食べた方がいい。買って、はあ、それかハンバーガー系だったら大丈夫です。液体ダメ。おかゆは液体扱いだった。Thank you。 行ってきます。それじゃあ今からクアラルンプール国際空港からスワンナプーム国際空港へと向かっていきます。フライト時間は2時間15分。行ってきます。すいません、座席指定するのすっかり忘れてて、ゴリゴリの通路側になりました。なのでちょっとね、窓の景色が私からお届けできないんですけれども、まあ次のカットでとタイにいることでしょう。それじゃあちょっとの間寝たいと思います。おやすみなさい。スワンナプーム国際空港に到着しました。飛行機のフライト時間2時間だったんですけど、あっという間でした。ここから荷物受け取りたいと思います。にしても空港めっちゃでかいです。タイへ無事に入国ができました。
今から8番カウンターに行って荷物を受け取りに行きたいんですけれども、本当にいろんな土地からあのタイにいらっしゃってます。飛行機の発着、この到着リストの数がすごいです。本当にやばい、壁めっちゃおしゃれ。タイでも大活躍、グラブを呼びました。今回ホテルまでは700バーツとのことです。現在グラブに乗ってます。700バーツなんですけれども、高速バスとかだとね、安くて100とか、なんなら60バーツがあったってことを呼んでから気づきました。10分の1の値段でいけるそうなので。でも今回乗ってるこのグラブのお姉さんの車、最高に快適です。10倍の値段払ってよかったなって思うことにします。いや、ホテル豪華すぎでしょう。ホテルのロビーがすごく豪華だし、何より匂いがめっちゃ素敵な匂いする。お花をもらいました。イエーイ。ホテル、まさかのここじゃなかったです。こちらのホテルはマンダリンオリエンタルホテルで、私たちが今回泊まる予定なのはマンダリンホテルでした。間違えました。でもこちら本当にいいホテルだし、すごい匂いが良かったし、何より間違えたのにタクシーも呼んでくれてすごい神対応でした。お金を貯めてまたいつかここに泊まれたらいいなって思います。マンダリンホテルに到着しました。ホテルを間違えてタクシー呼んでもらって、しかもそのタクシー現金しか使えなくて、銀行に寄ってもらってタクシーに無事着きました。いや、もうマジでもう激へこみです。花のお土産だけあります。今回お世話になるのは423のお部屋になります。中入ってみたいと思います。わあ、めっちゃ綺麗。中は友達となのでシングルベッドが2つになってます。鏡張りになっていて、奥は景色が見えますね。テレビもめっちゃ大きいし、キリーケースも問題なく広々と広げられます。アメニティで水が置いてくれてます。コーヒーだったり、あとはポットもあります。お部屋に電子レンジついてるのすごい。洗面台、そしてシャワールームが扉式になってます。今日から3日間お世話になりたいと思います。ホテルを出ました。今から銀行に行ってお金を下ろしてから電車に乗ってパッタイを食べに行きたいと思います。現在3時、ついに予定をこなせます。ファイナリー。
金下ろします。なるほど、その他の金額にしようかな。てかナンバーズ下ろせばいいんだ。一旦3万にしたと7300、でかすぎるね。5000バーツだと、まあ2万、じゃあ5000バーツでいった。ホテルから歩いて20分ぐらいのところはめちゃくちゃ渋谷並みに栄えてます。っていうかほぼ渋谷。パッタイ注文しました。付け合わせのお野菜です。オレンジジュースのサイズ顔より大きい。めっちゃ美味しい。いただきます。野菜からいくか。うん、これこのまま食べるのか。エビね。エビうま。ごちそうさまでした。完食です。電車に乗って移動します。改札は小銭しか使えなかったので駅員さんのいるところに並びました。もちっとに向かいます。うわめっちゃ人いる。雨降ってる。ナイトマーケット屋根ないからな。あ雨やば。あすごいすごい台風やん。こちらは雨が降っていますがチャプチャク YouTuber になります。この時期のタイはね雨季みたいで観光には適してないからだからホテルとか安いんだって。チャットチャク市場です。いやすっごいいいな。すっかりカメラを回し忘れましたがお洋服を買うことができました。チャットチャクマーケットの中にあるこちらのミクストチャットチャクにやってきました。ちょっと中で雨宿りしたいと思います。モールの中も普通のショッピングセンターとは違って一つ一つのお店が屋台みたいな感じで出しててとても面白いです。トイレのマークめっちゃ可愛い。こちらのお店ですっごい可愛い石鹸が売ってたので買っちゃいました。こちらは3個で100バーツでした。なので3個で400円です。一個一個のデザインはもちろん可愛いんですけれどもさらにねこのねバナナだったりとかの匂いが本当に良くて本物ってもう疑っちゃうぐらいすごくいい匂いだったので使うのがとても楽しみです。ドラえもん人気がすごいです。本来であれば1着250バーツかける3着なので750バーツだったんですけれどもなんとか値切って680バーツにしてもらいました。70バーツお得した。ラッキー。あすごいナイトマーケットめっちゃ楽しい。
雨も小降りになってきました。すごい屋台だ。え、めっちゃ活気がある。いや超美味しそうじゃん。雨止んだからめっちゃ楽しい。雨降ってるとやっぱマーケット系はきついですね。で本当に広い。ちょっと直市場帰りの電車のチケット買ってみたいと思います。 BL27 サムヤーム43バーツ100バーツ行ってこい。買えました。ビザカードをタッチでも行けるみたいです。サムヤン駅に到着です。チャトゥチャク市場でご飯をちょっと食べ逃してしまったので、これからサムヤン駅の近くでご飯食べていきたいと思います。早すぎなんだよ、エスカレーター。ここにコインをポイチョー。こちらの本屋さんの出店スペースみたいなところで、私がすごい好きな和菓子のアンという小説がタイ語バージョンで売られてました。表紙めっちゃ可愛い。24時間やってるケンタ。おー、チキンのセットって感じ。あ、シェアでかい。アラカルト単品。プレーンライスがある。おお、シュリンプドーナツだって。ニラ玉らしきものと、昼も食べたけどパッタイとビーフチャーハンを注文しました。買いました。こんな感じで、はい、かけたな。あ、でも服と上からもいいかも。へい終わり。タイのご飯屋さんで買ってきたご飯たち。まず第一群はパッタイ。お昼も食べたけど、やっぱパッタイもめっちゃ美味しそうやね。次に絶対外れないでしょ、カニ玉っぽい。カニ玉だっけ、カニ玉じゃない、ニラ玉、ニラ玉っぽいって買ったんだけど、これニラじゃなさそうだね。何なんだろうね、何かの葉。これはチャーハン、美味しそう。トッピングでこちらもついてました。なんかこれはね、パッタイに確かかけるやつだと思うけど、ありすぎじゃない。砂糖かけんの？何に？いただきます。パッタイ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 。パッタイ、うん、うんふん。今回の旅でパッタイ3食ぐらい食べてるけど、またなんか違った美味しさがある。麺がすごい太めな感じかも。うんふん、ニラ玉っぽいの食べます。なんかわかめ？なんだろうね。うん、結構しんなりしてる葉っぱだ。やばい、味付けはもう最高、当たりだよこれ。中にさ、刻まれたニンニクが、あー軽っ。
友達にパプリカって言われたので食べたいと思います。これでマジでパプリカじゃなかったら、完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。イエーイ。はあ、絶対これ動画で編集でイエーイとかなんて言ったんだろうって思っちゃうもんだよ。本日の動画も見ていただきありがとうございます。次回の動画ではピンクガネーシャを見に行くはずがまさかの事件発生。毎週金曜日6時にプレミア公開やライブ配信をしていますので、ぜひチャンネル登録と高評価と通知をオンにしていただけると嬉しいです。それじゃあまたねー。